注目のコース争い4号手の西島をブロックして本番インにどっかり座ったのが1号手の清水ボトレース宮島第51回スポーツ日本杯もいよいよファイナル優勝戦が始まりましたさあインにどっかりと座ったのは1号手です清水敦樹宮島の初 V はここで決めますか目下4連続の優勝中そして本番2コースで折り合ったのが4号手西島義則。 準優の雪辱はここで晴らしますそして3コースががっているのが2号艇人気の軸、菅文也ファンを沸かせる自慢の伸びチルトはゼロでもバッチリです内から1、4、ふ4コースががっては3号艇菅マークの谷伸びを警戒順優の再現なるか谷が4コース引いて角5コースが5号艇山口剛ギアケースの交換が生地と出るか 6コースは6号手です、市川哲也6月の借りを返すべくここは市川がチルト3度ですさあ、本番でインは1号手の清水体型並びともに変わりました第12レースの優勝戦内から1番、4番、2番3番、5番、6番です。 スタートしましまた1号艇、2号艇、5号艇あたりがわずかにコースタートスタートしてから2号艇が出てきます出てきますまくりに来た2号艇を1号艇がブロックしきれずに5号艇、1号艇もつれる手もありますバック側に入ってまくった2号艇の須が内からへさきをかけそう3号艇の谷へさきがかかっています内に3番外に2番の突破争スタートバス以上その後ろは6番、5番、4番1番が追走さあ並んできた3号艇ですが握り込んでいった2号艇2号艇が回ってホーム側に帰ったところ わずかにわずかに先頭に出てきたのが2号手です、菅文也食い下がって離れないのが3号手谷ですが直線でググッと出てきます、2号手の菅ですアウトコース開いて3号手の谷後ろは6番、5番が追走し西の1マークトップで2号手続いて3号手5号手が追っつけてきた6号手はかわして回っていくかバック側で三茶かいが並んで今内側に5号手山口外側に6号手市川後ろは水がいて4号手西島最高峰が1号手の清水です。 さあ三茶加水は5番と6番並んでいますこれから2周の2マーク5号艇山口がコーナー先取っていく差し返す6号艇4号艇がやってきますが6号艇は完全に差して並んでいますさあうちに6号艇市川外に5号艇の山口の三茶加水続いてレースは最終周回さあ先頭は2号艇の菅文也これから3周の1マーク2番手は3号艇の谷三茶加水は6号艇市川が先に回っていくその後ろからの旋回で5号艇3番手はここで6号艇の市川が浮上し体型は 2番3番6番ですさあこれで今年は5回目の優勝ここ宮島は連覇で2回目通算では15回目の優勝に向かって走るのは先頭2号手・菅文也2番手は3号手の谷そして6号手が3番手旋回しホーム外に帰って上位の体系2番、3番、6番です第12レース先頭2番・菅ゴールイン優勝3番ゴールイン6番ゴールイン5番ゴールイン4番ゴールインラスト1番ゴールイン